こんにちは、皆さん。私は今車の中にいて、今日一日何をするかっていうのをフィルムしていこうと思うんですけどですね。ちょっと軽く、最近何をしてたかっていうお話ししようと思います。最近はね、私ビデオあんまり回してなくって、っていうのも、今までため撮りしてたのとか、あと夜な夜なネイバーズクラブとかがあったりとかして、まあそれを出してたんだけどね。ここ最近は、去年から始めた自分のエコサステイナブル、あとセルフラブっていう自分の好きなこと、自分を大切にするとか、なんかそういうのにフォーカスをしたお店をオンラインでやってたんだけど、それを先月、クローズしまして、で、今月から私は、サロンの一角を借りて、ブースレンタルっていうんだけど、ハワイ州ではブースレンタルっていうのがね、法律で許されてて、違う州とかに行くとそれができなかったりとかするんだけど、ニュージャージーとかできなかったんだけど、そう、ハワイではね、そのサロンがあるとすると、そこの、椅子と手、ほら椅子があってさ、ミラーがあるじゃない、その一角っていうのを、オーナーから毎月借りることができるんですよ。で、そういう法律があってね、コスメトルジェの中で。で、私はそれで今月から、もう元々あるサロンの一角を借りて、そうです、サロンの、これね、借りてるんだけど、でも結局、その自分が使う材料だとか、その予約を取るのもそうだし、あとそのサービスすべても全部自分だから、結局個人経営みたいな感じなんだけど、場所だけ借りてるっていう感じだから。そうなんです。まあそれをね、今月から始めることにしたんですよ。で、今その借りてるのは週末だけで、っていうのもその平日、私はエリソンといつも一緒にいるから、週末だけで、で、予約制だから、予約があったらその自分のサロンに来て、で、手術をして、で、終われば帰るっていう感じで、今月から始めたんです。そうなの。それでちょっとね、大きなこういうトランジションがあって、自分の中で先月そのずっとやってたオンラインのやつをクローズして、で、その今ちょっとそれのタックスもやらなきゃいけないんだけど、それをやってて、で、その後にもすぐこのサロンをやり始めてっていう感じで、ちょっとね、タイミングが結構重なったんだけど、お客さんを目の前にしてコミュニケーションしながら、楽しく会話をしながら、こう、ね、サービスをするみたいなのって、私普段そのメイクだったりとか、今までずっとやってきたみたいに、あと髪の毛だとか、まつげだとか、それはそれですごく楽しんでやるんだけど、なんかそのオンラインとなると結構それの後ろで、もう画面の向こうでっていう感じで、なんかそこのね、あれが上手にできなくって、あ、なんか多分私に合ってないな、こういった感じのやり方はと思って、1年もやってなかったんだけど、どんぐらいだったかな、10ヶ月ぐらいやってたんだけど、なんか自分の中でだんだんこの、なんだろう、答えが見えてきたというか、あ、もうこれは私に合わないタイプのものだから、もう次にムーブオンしようと思って、で、そうです、先月そのファイナルセールもやって、で、とりあえずクローズして、今タックスを、やってるところなんだけど、そうです、それでこれ今月からですね、私はサロンで週末だけね、週末だけだから全然忙しいわけじゃないんだけど、働き出したんです。で、今私はサロンの後ろで車の中で喋ってるので、これ、私はね、今日予約が2件入ってて、10時からと3時半からなのね。で、その間に、間開けなきゃいけなくってっていうのも、ちょっと一旦家に帰らなきゃいけないからなんだけど、なんかそういうのができるんですよね、個人経営っていうのは。ちょっとこう、一回来て、一客終わらせたら、自分の必要なことをやって、また戻ってくることとかもできるから、すごいやりやすいんだけど、そうなの。そうなんです。で、そんな感じの今日は一日なので、ぜひ私と一緒に、近づいてるやん、ごめんなさいね、車を動かしてるからさ、これから今動かすなって感じでしょう。そうなので、皆さん私についてきてくださいな、これから。 OK、
エントランス入ってきて、ここが私のチェアなんだけど、こんな感じの一つのお部屋にいております。ほんでここがラッシュエクステンションするところ、ここがラッシュエクステンションをするお部屋です。そうで、普段は私以外に、私以外にも働いてる子がいるから、今日は私が一番早く来たみたいなんだけど、これからラッシュエクステンションのセットアップをしていきます。昨日が初日だったんだよね。そう、昨日が初日だったの。疲れてるよ。そう、昨日が初日で今日が2日目なんだけど、週末だけってさ、結局さ土日しかなくって、4週じゃない月だからさ、計算するとね8回しかないわけよ。だからその間でどれだけ自分は働けるかという、でさ、もう週末働くということは私は家族の時間がないんだけど、いいのがさ、こういった感じでスケジュールがこう調節しやすいっていうのがすごいよくって、で、そうだな、だからね、こう合間に家に帰って例えばランチを一緒に食べるとか、ランチを作ってあげるとか、あとはもう一件ちょっと単価の高い仕事をその日したら、数時間ね、そしたらもう帰っていかったりとかさ、そんな感じなんで、そうまあとりあえずこのコイルもね、やってみる、何でもかんでも、そう、皆さん言い続けることは簡単なんよ。こういうのやりたいなとか、こうしてみたいなとかっていうのはできるんだけど、そう、言い続けたりとかね、アイディアを言ったりとかするのは簡単なんだけど、やってみるとなるとまた話が別じゃないですかね。で、20代後半ぐらいから30代の今までぐらいまではこういう風にやってみたいなとかっていうのを言ってたの、言う年だった、10年間ぐらいね。だけど言い続けてたらさ、結局いつやるのっていう話になるじゃん。言い続けてるだけじゃ始まらないじゃんね。だからとりあえずやってみようっていうマインドにだんだん変わってきたんですよね。私何探してるんだ今。シーツ。
でね、正直な話、やっぱりね、ハワイは高いから、こういう風に私がね、ハッスルしないと、旦那以外に。難しい。難しいんです。うん。でも、私はさ、ここでさ、ライセンス取ってるから、なんか他に行く理由がないんだよね。そうだから、とりあえずやりたいことをやって満足したら、また何か見えてくるはずじゃない？だから始まったのが完成形じゃないからね。これでほら、いろいろこうやって積み上げていくわけじゃない？とか見つけていったりするわけじゃん、自分で。だからその今過程なんだけどね。そう、それを皆さんにシェアをして、なんかいろんなアイディアだったり、なんか一人さ、夜こう考えることとかやっぱあるわけじゃないですか、みんな。それで私のこういうのを見せてて、ああなんだ、あ、思ってた以上に考えなくてよかったんじゃんとかなったら嬉しいなと思うんだよ。うん、そんな感じですかね。ちょっと暑いから AC つける。なんでこれ蓋ねえんだよ。車に忘れたから取りに行かなきゃいけなくって、あとタオルを自分のクローゼットに入れないと。昨日初日だったからね。ここあれあるんだよ、ウォッシュマシーンあるんだけど、ここはそう、昨日初日だったからタオルが他の人のと混ざりたくなくって、っていうのもみんな同じタオル使ってっから、だからとりあえず家で洗ったんだよ。そう、これはケープはケープはとりあえずここに置いておこうかな。この子昨日やったの可愛いでしょ。時間があった時にね、自分で、そう、お客さんとお客さんの間に時間があったから自分でねやったんだけど、カットとあとスタイリング、これやっぱヘアスプレーつけないと落ちてくるね。もうちょっとすかないとかかな。そう、可愛いぐらいっすかね。このカットしたい人いないの？ねえ、このカットしたい人いないんですか？ぜひ来てください、私に。やるよ。やろうよ。みんな。やってみようよ。ね？オッケー。したらこれ閉めて。水はこの裏に。で、椅子、椅子ゲット。で、閉めるか。よし、
私みたいな仕事ってどこかしらか始め出さなきゃいけなくって、スタートがどっかから始めなきゃいけないのね。だからずっとああしたいなこうしたいなって言ってたら始まんねえじゃんね。あと10分で来るんだよね。で、まず必要なのが美容液でしょ。あとこのトレーがあって、に私のまつげ今ラッシュリフトして3週間経ったのかな。見て見えます？今日はマスカラとかつけてなくって美容液だけつけてきたんだけど、めっちゃいくない？ちょっとほら見て、肌が荒れてるんだけどさ。私これ自分でやったの初めて、人生でまつげで、パーマ初めてだったんだけど、私は個人的にはもうちょっとボリュームが欲しいけど、すごい楽、常にカールしてあるから。あのね、ラッシュリフトを学んだ時にどれだけラッシュカールあるじゃん、あのこうやってクリンクリンクリンってやつ、あれペンチしてさ、こうやってまつげ上げるやつあるでしょ、あれがどれだけまつげに悪いものなのかっていうのを学んだんだけど、だからあれはねしない方がいいしない方がいい。毎日やって、しかもこうやってギューってほらやってさ、まつげ上げる人いるじゃない、特に下向きだからこうやって一生懸命押さないと上がんないみたいな。髪の毛をカールさせたい時につままないんだよね、こう毛と毛をこうギューって押し付けるようなことはしないから。カールするときどっちかっていうと熱でこうカールするじゃないですか。だからまつげもほらあったかいこうさ、まつげ上げるやつあるじゃない、あれとかで、ね、なんであればいいと思うんだけど、こうあの行為でこう潰してあげるまつげをっていうのはやめた方がいいなっていうのをすごい学んだから、まつげパーマはおすすめ、おすすめです。セットはこんな感じです。お、そうだ、一個忘れてます、この二つ、あとマスク。ついたかな、ついたね。おい、ちょっと待ってね。Oh, you think it's cold right now? No, it's not cold right now, but I might get cold. Oh, okay. Let me know, I can turn off the AC then. No, it's not cold. Yeah, here you go. Yeah, go ahead. さんが終わったんだけど、これね、私がずっと使ってるカメラなんですよ。 YouTube のビデオを作るときはこれをいつも使ったんだけど、これね、いつ買ったんだっけ、フローレンスが生まれたときとか、生まれる前だったかな、とかだったから、もう6年7年ぐらい経ってるんですけど、見ててね、わかる、このさ、レンズのさ、とこ、こういう風になるんだよ、見える？何を撮ってんだか私もよくわからないんだけどさ見て、レンズがこうかぶってんの見えます？やばいよね、来てるよね、これ。あのね、押せば開くのよ、こうやって押せば開くの。でも画面を触んなきゃいけないの、画面、レンズを触んなきゃいけなくなっちゃうし、もう結構ガタきてんだよな。こうさ、カメラがこうだとさ、あーしますぞって言って回した時にこうなってたよ、なんかあみたいな、やる気がもうやめてくれよ、こういうのでやる気を減らさせるのはみたいな感じ。
ですが、はい、とりあえずお客さんを1人終わりまして、1人終わって、私はこれから家に帰るの。ね、片付けて、このテーブルたちも、来週まで使わないか、から、私はこれから片付けて家に帰って、で、また戻ってくる。これは洗う。なんかね、私がこういう感じでさ、お店を始めるみたいな感じになった時に、やっぱり一番初めってお客さんを集客しないといけないじゃないですか。でそれでやっぱり来てくれるのって、周りの子だよね。まず友達とか、友達の友達とかそんな感じで始まるわけですよね。でなんかいろんなところで宣伝してるからさ、それ見て来てくれる人か、来てくれる人とか、そういう感じでいろいろ広まっていくんですよね。私は YouTube やってるから、すごい YouTube がいい広告で、いい広告になってるのよ。私は YouTube 一番初めに始めたのがメイクとかの動画だけど、そこから子供が生まれたりとかして、でいろいろなんかこうビログとかにスイッチしてってさ、内容がで食べてるものとかなんか料理とかさ、あとなんかそういうちょっと私生活系にだんだんシフトしてって、でその後にまた子供がね、手つかなくなってきたからって言って、美容系の仕事をサイドでしつつ YouTube もやったりとかしてて、まあ、そんな感じの私の YouTube だからさ、いろんな人が見てくれてるんだよね。感謝感謝ですよ、皆さんありがとうございます。もうさ、いいさアングルで撮れるように、あれ買うからさ、なんだっけ、立てるやつ。私今までいろいろ買ってきましたよ、そういうのは。いっぱい持ってたの。なんだけどね、壊れたりとか、壊されたりとか、子供にしてきたから、今のところね、いいのはないんだよね。そう。でも一個オーダーしたんだよ。なんかこう、手離しててほらこう携帯をさ、そこに置けてさ、ちょっと簡単にこうアングルとかをコントロールできれるようなやつを買ったから、そしたら髪の毛とかやっててもビデオ撮れるじゃない。なんかね、ここのサロンね、外の感じ見て分かると思うんだけど、タウンハウスって言ってお家なのよ。で、それこのサロンのオーナーがね、そのタウンハウス全部買って、でその1階を全部こう改築っていうのをリノベーションしてサロンにして、で登録とかも全部してで営業してるんだよね。だからなんか美容室でさ、絶対必要なシャンプーボールって言って髪の毛あったとこあるじゃん、あれとかもひっつけて、あと後ろの方に行くと洗濯機とかもさ、営業で使えるように全部つけてくれて、そう、もうすごいよね。で上にはオーナーは住んでなくって、オーナーはまた違うところに住んでるから、上は人に貸してる、ただの家としてっていう感じのサロンなんです。だからもうほんと家がたくさんあるところの一角にあるって感じなんだよね。だから私みたいなスターターみたいな人はさ、こういうところの方が始めやすいですよね。こうもろめっちゃビジネスがいいみたいなところでね、
バタバタ忙しくっていうよりかはちょっとこう密かに密かにやってる感じ。今日何日？もうちょっと11月の11月の5じゃん。じゃんで、今あれしてる、さっきのお客さんにやった、手術の内容を書いてる、忘れないように。 OK で、これも置いてるけど、これは絶対しなきゃいけない、この終わった後に。何をしたかって書くじゃないと、次来た時に前回やったのでって言われて、てか顔映ってんねんじゃん私、前回やったのでって言われて、あれー何だったかなーって。今の時代さ、全部あれで残せるけど、携帯とかで。私は未だにやっぱね、私は昭和の女なんで、手書きだ、手書きだ。殺菌とかはもう終わったので、私はこれから家に帰る。これに洗うものを入れて、よし、じゃあこれから後で帰ってくる。よし、行きます。全部消したから、こんな感じで、よし、 OK、 Locked Good Alright, let's go。 いやー、雨降ってきてるよ。よし、これから帰ります。ハロー。私に家に帰ってきたのは、上の2人がお友達の誕生日パーティーに呼ばれてて、でエリソンも本当は行けたんだけど、ちょっと具合悪くなってた感じだったから、エリが。だから、私がその間家に帰ってきて、エディソンといて、でその間2人は旦那にバースデーパーティーに連れてってもらって、で私はその間に お昼を食べて、お昼はお蕎麦を食べたんだけど、お蕎麦うまくない？お蕎麦大好きなんだけど、お蕎麦食べて、で、洗濯してお皿とか洗って、あとディナーを作り、今エディがちょっと寝てるのね。で旦那の迎え、今待って、あ、旦那が帰ってくるのを待ってて、それでハイタッチして、今度私はあのサロンに戻るっていう感じなんです。あのね、 お花ね、エリナちゃんがね、昨日初日だったのね、サロンが開いた。で、エリナちゃんがお客さんとして一番初めに来てくれて、彼女がさ、気を使ってお花とあとワインを持ってきてくれたの。超ナイスじゃない？おめでとうとか言って、そう持ってきてくれて、そのお花なんですよ。なんかたくさんのローズと、あとひまわりとかあって、超かわいいお花もらって、さすがーと思ってね。ちょ、ちょっと待ってや。これからカラーだから、そう、カラーだから、ね、エプロンして、
これで大丈夫。終わりました。私のお客様は今日終わりました。なのでこれから片付けて私も帰ります。今日来てくれた子も私の友達なんだけど、やっぱり友達来ると楽しいね。友達来ると楽しいね。友達が一番のサポーターです。お疲れ様でした。バイ。 OK、 それでは私は帰ります。こんな感じの、日々をこれから過ごしていく感じにはなると思うんですが、まあ何事もね、やってみるっていうことが大事だよね、本当に。ということで見ていただいてありがとうございました。また次のビデオで会いましょう。では。